前走、ヤンググランプリ出走されました振り返っていかがでしたかそうですねうち、まあ、に詰まって何もできなかったんで、はい。今年の目標はどこに置いていきましょうええー、まあしっかり自分、まあ、先行で頑張ってるんでもっともっとそれで強くなれるように、はい、頑張りますえー、と九州の井出さんと2人でしっかりワンツーできるように頑張ります新年1走目となります調整はいかがですか 1日からしっかり練習していたんで、バッチリだと思ってますこの後は地元で大きいレースが続きますが、そのあたりはご自身ではどう感じますかそうですね、まあ、そこを目標にずっと練習やってきてるんで、はいまあ、ここでしっかり結果出せれば、次につながるかなと思いますそれでは今回のブロック7、レースの組み立てはどうしましょう。明日は自分でで短期で まあ一発狙いたいと思います新しい年が始まりました今年はどういう年にしたいですかえそうですね1着ちょっと取れるようになってきたんでもっと今年は多く取れるように頑張りたいと思いますそのまま引き続き調子は良さそうですかえまあそうですね普通に練習もできているんでそんな変わらないと思います7車立ての戦いとなりますがそのあたりはどうですか、えー 7車はもうちょっと走ったことがないんでもう分からないですけど友和くんに任せてしっかりついていきたいと思います去年を振り返るとどんな年でしたかそうです、ね、去年は初めて鎖骨を骨折してちょっと苦しんだんですけど後半は徐々に良くなっていきました怪我の調子も良くなったということでそうですね明日のブロック7戦い方を教えてください西日本であの鳥取君をマークして頑張っていきたいと思います。ゴールまで一生懸命 頑張りますんで、応援よろしくお願いします。1年ぶりに s 級に帰ってきました。お気持ちを教えてください。まあ、嬉しいです。この1年で何か掴めたことはありますか？まあちょっとあのまくりの練習とかもできたんで。はい、収穫はありました。s, s 級初戦どういうレースを？ま、短期なんであんま短期で走ったことないんで、ちょっと考えながら走りたいですね一生懸命頑張ります。応援お願いします。 近況をご自身でどう評価されますかえ前期があの初の演奏だったんですけどちょっと何も分からないままあの走ってたんでまあ自分の足りないものをちょっとまあ見つけた前期だったと思うんでそれにえカバーできるような練習をして今年で頑張りたいいと思います。それでは明日のブロック7どのように戦いますか同地区がいないんであの自分で自在に戦い,と戦いたいと思います。 去年一年振り返ってどんな一年でしたかそうですね、まあ落車が多い年でした明日のブロックセブンどう戦いましょうはい、あのー、岡さんと、えー、しっかりワンツー決まるように頑張ります七差立てのレースいかがですかそうですね、あのー、僕のスタイル上、あのー、なんですかね、走りやすい構成だと思ってます優勝狙って頑張ります、応援よろしくお願いします